ダンディ8ファンボローで撮影されたダンディ8。1914年3月11日。ダンディ8は、1912年、JW 弾によって設計された、いくつかの無尾翼・後退翼形状の服用機の中の一機である。こうした形状は、特有の安定性を持たせるためのものだった。非常に短期間ではあるが、少数制作されたうちの一機が、 イギリス陸軍航空隊に採用された。弾の手になる航空機としては、この組織で飛行した唯一の機だった。他、アメリカ陸軍通信隊、アメリカ海軍、及び短期間のみ開かれたカナダ航空部隊が、この機を用いた。後者にとり、この機体は、最初にして唯一の軍用機だった。JW 弾の最初の交代服用機は、 自動的な安定性を持つよう設計されていた。この作業は1906年から1909年、彼がイギリスのファンボローに置かれた気球工場に雇われた時から開始された。軍事機密を守るため、試験はスコットランドのブレアーソールで行われた。ファンボローを去った後、ダンはブレアーソール企業組合有限会社という自分の会社を設立した。 この車の最初の航空機はダンディーゴだった。この飛行機は1911年に墜落した際、D8 として作り直された。両機種は極めて似通った主翼を持ち、同じエンジンを装備していたが、D5 がチェーンで駆動する1体のプロペラを装備したかえ、割として D8 はプッシャー式プロペラを一つだけ装着していた。また、これらの機の胴体と、 株構造も異なるものとなっていた。D8 の構造は、無微翼で、上下の翼がずれて配置されておらず、また、上下翼間は、変翼が、指示柱で4つの空間に区切られた、副容器であり、その主翼の交代角度は32度だった。本気の翼弦の変わらない主翼は2本の頭皮材の4桁で作られ、前方の1本が、翼前円を形成した。 安定性の実現を助けるため、向かい角及び上下翼間の距離が翼の外方へ行くにつれて減少し、この向かい角の変化はマイナスの揚力を生み出した。この主翼先端部分のねじり下げは重心部分から十分に後方で行われており、今日の伝統的な尾翼が主翼より低い向かい角を取るのと同様、縦方向の安定性を与えた。主翼のキャンバーは、 外方で強められた。単純かつ平行配置でペアとされた翼間の指示柱が4桁同士を接合した。最も外側の主翼指示柱は布地で覆われ固定されたサイドカーテンを形成した。これは横方向の安定性を生み出すものだった。また、翼端のエレボンが操縦のために用いられ、一組のレバーによって操作された。操縦者は変翼につき、 レバー1本を操作した。後に D8 の操縦系統には変更が加えられたが、当初の機体は上翼に設けられたレバー一組だけを用いた。また D5 で装備されたようにサイドカーテンに設けられた長方形の切り欠きがこれらの作動を許した。航空機の大部分はショートブラザースによって製造された。ダンディー5。 サイドスカートに長方形の切り欠きが設けられている。D8 は、水冷4気筒、60HPE のグリーン射程エンジンを装備し、これは4羽のプッシャー式プロペラを直結駆動することで、D5 のチェーン駆動方式と比べて重量を抑えていた。いつプロペラが変更されたかについて定かではないが、大部分の写真では2羽のプロペラを駆動する、グリーンエンジンを示している。 プロペラ位置変更の結果、胴体が後部で短くなり、また機種部が延長された。最初の D8 は前作の D5 のような短崎だったと推測され、また操縦者は翼弦中央部に座った。現代の文献では D8 の下部構造の複雑さについて意見を述べており、これらは干渉機能を持つ車輪のペア、細い指示部品のペアに、 翌端のスキットとを組み合わせたものとしている。この複雑性の一部はダンパーを書いていながらも反動を抑えることから来ており、また一部は機種が地面に突っ込んで転倒するのを防ぐ精巧なスキットによる。このような形状で D8 は1912年6月、ケント州イーストチャーチにおける初飛行を行った。1912年8月、 ウィルトシャーのラークヒルで行われた軍の審査に参加したが、競争に加わることはなかった。この機体は1911年から1912年まで定期的にイーストチャーチ上空を飛び、1912年11月になってもそこで活動していた。D8 が両手を用いる操縦配置であるにもかかわらず、1912年6月、赤腕の AD カーデン隊は、 王立航空クラブの飛行士の証明書を得た。後に機体が空気力学的な回収を受けたかどうかは定かではないが、1913年8月までには、グリーン射程エンジンが 80HP を出力する7、気筒ノームロータリーエンジンに換装された。以前と比べて全長が非常に短くなった、このエンジンは2機目の機体にも搭載された。この機は複雑であり、 操縦席は翼前縁より先に設けられ、副操縦装置のついた乗客席は翼公園部分に置かれていた。この時には上下翼に操舵用のエレボンが存在しており、サイドカーテンには先細になる、要一組の切り込みが入れられ、これら操縦装置が稼働できるようになっていた。上翼は両側とも一組のエレボンがつき、操舵面積はほぼ2倍となったが、 しかしながらこれらの装置が一体で動くのか、作動するのかは明らかになっていない。1913年10月18日、フェリックスの操縦により本機は初飛行した。ファンボローのダンィ D8。1914年3月11日撮影1913年8月、フェリックス機長は D8 を操縦し、 イーストチャーチからベルジー・ビラクブレーまで英仏海峡を横断した。ニューポール社が D8 の製造ライセンスを取得し、フェリックスは彼らのためにフランスで展示飛行を行った。ニューポール社製の段機がパリの航空サロンに出品されたのは1913年12月である。これは2期目の D8 のようにノームエンジンで駆動する福崎であり、重要な違いが 空気力学的な点と構造に存在した。この木は上翼の二つのエレボンが一つの面に収められており、後方の翼端が著しく丸められていた。また胴体がわずかに改造を受け、木よりも交換でおおよそが作られていた。主翼管の指示柱は流線型の交換が用いられた。また極めて単純化された株構造が取り付けられていた。は、 イギリス陸軍省から D8 の発注をに消えたが、納入が遅れたために1機がキャンセルされた。1機、おそらく1913年10月に飛行可能であったものと確実に同様の機体が1914年3月3日にファンボローへ届けられた。この機体は3月11日、NS パーシバルによって幾度か飛行した。彼は、 イーストチャーチでしばしば最初の D8 を飛ばしていたが、この時はイギリス陸軍航空隊の士官になっていた。この機体には RFC ナン、no. バー366が付けられ、少なくとも1914年夏まで残存した可能性があるが、本機が再び飛行したという記録はない。一般的な判定は安定性と操縦性能とのバランスを追求した時、 弾の設計は全者に過度に系統しているというものだった。D8 から派生したバージェス弾、福複座型、カナダ軍所属機、バージェス弾水蒸気型、カナダの航空部隊の装備機体。バージェス弾の実物大であるが、飛行不能なレプリカが、オンタリオ州、カナダ空軍基地とレントンのカナダ、国立空軍記念博物館に存在する。この機は大部分が、 バリー・ディ・ーマカーチャーによって作られた数値は以下の書籍による主要初源性能1914年マーブルヘッドオキウィキメディアコモンズにはダンディー8に関するカテゴリーがありますありがとうございます